はいどうもお疲れ様でございます、えー、今日は8月22日月曜日の朝6時の相場解説になりますそれではね、えー、FX オリガルヒと即価塾限定のこう相場解説になりますけどもあのオリガルヒの方はねしっかりとした動画を撮りましたんでそれ以上の内容にはなりませんので今回の動画オリガルヒの皆様はご確認いただくていただかなくても OK でございます即価、えー、塾限定の動画の方をご覧の方はね参考にしていただければと思いますね で、まず見ていただくのが週が変わりましたので週足ってことです。週足でポイントになるのはまずはここで高根県で行動の限界点が生じて、えー、下落に転じたっていうところ。それから緩やかな上昇を見していってえ、そして先週は急激な上昇で終わったということですよね。下髭が下に行くパワーを否定していて上に伸びようとしています。えそして緩やかに始まったんですけども、今週1週間はズバーンとね、 5円近く上げたってことになりますね5円前後値段を上げたってことになりますただしここまで値段を上げましたんでもしかしたらねポジションを理覚する方が訪れるかもしれませんそのことについて、えー、ちょっとね話していこうかと思いますえっ、ー、と冷やしですけども赤3平が出たのにまだね買いを追求する方が先週の金曜日のギリギリまでおりましたですんで赤4平になっちゃってますけどもそうなると何が起きるかっていうと金曜日の時点でね 離脱,人が離脱したた人が少ななかったんじゃないかなと思うんですよいつもより特に週で決済する方は月曜日にエントリーして金曜日に決済するはずなんですけども多くの方はねその方の一部の方が金曜日に決済せずにそれがここの最後の4ペイを作ってるんではないかなというふうに仮説するんですよそれを裏付けるのは4時間1時間ですけどもねじゃあ何に気をつければいいかというともしかしたら月曜日の今日なんですけども遅れて金曜日に離閣するはずだった人が 月曜日の様子を見て、理覚するかもしれないんですよ。だから、赤3ペイ、赤4ペイの後に、陰線が一回出て、それからまたね、それから、トレンドの方向に向かうってことが考えられるんではなかろうかというふうに、この時点で思うんですよね。じゃあ、その辺をもちもっとね、深掘りしていきましょう。4時間です。4時間も、相変わらず、右肩上がりには見えるんですが、ここで、こういう風にね、上髭が出ている。 上髭ってことは金曜日あたりに決済した人が利確した人がいるっていうふうに見るんですよねでも完全に理覚が整理されてるわけではないと思いますまあなぜならまだ値段が上がっているから理覚せずに放置していた人もね上級投資家さんとかお金をたくさん、えー、ロットにかけている方エントリーした方の中にいるというふうに考えるんですよねだからこの四時間軸を見て思うのは、まあ、ある程度の人はね 上ヒゲが出てる時点で先週の末で決済したでしょうけども決済しきれてないから陰線が出てるほどにはなってないよねっていうふうに見るんですよじゃあ次の1時間ですよ次の1時間を見ると何が分かるかというとこれ以下の時間軸を見たらねあのよく分かりますオリガルヒの皆様にはその辺解説してますけどもここなんですよだってここが頭になって先週の時点でね理覚してる人もいるんですけどもあまりにも理覚組が少ないんですよ ですんで、すんもうちょっとポジション持っておこうかなみたいな大量資金を入れてるる方もいるはずなんですよね。これはね感覚の話になりますけどももうちょっとね理覚がはっきりと行われていたらこの辺までね進んでもいいと思うんですよこのもじゃもじゃまでねでもそこまで来てないってことは理覚組もいたんだけどもそのまんま土日持ち越しのポジションもあったっていうふうに考えるんですよね もちろん土日もしくはのポジションってのはいつでもあるんですけども今回は相対的にもっと多かったんじゃないかなっていう風に私が考えるんで月曜日それを判断していこうかなってところなんですよそのために月曜日を検証にしっかり使うってことです細かい手法は FX オリガルヒの方でじっくりと時間をかけてお話してますけども今回の動画は以上になりますあの FX オリガルヒの方ではね なんか20分弱、あの、その辺を話してます。今回は、あの、一般公開じゃないや。限定の動画の方なんで、そこまで細かくお話してません。5分くらいで終わっちゃいますけども。でも、大事なことはね、えー、申し上げたと思いますので、よろしかったらね、15分の足の方も、解析してみてください。で、あとね、あの、どうしてももうちょっと深く知りたい方は、あの、メッセージをいただきましたら、その方向けに、えー、解説はしていきます。 じゃあ今回は以上ですまた追加放送お待ちくださいあ折オリガルフィの方だけで追加放送はね即可塾の限定動画を見てる方は本日以上です